そうそれじゃあ私のおすすめいくつか持ってきてあげるわえー、っとどこにあるのかしら「こんな」ってどういう意味 恋愛者 <laughs> それじゃあ、これとか。

はい姉ちゃんこっちで一緒に飲もうや <laughs> あんた本当に綺麗だな <laughs> うちの神さんの若い頃にそっくりだええー、っと、うん、そうなんですか な、なんなんだよ、お前は <laughs> 気持ち悪いな、あっち行けよわ、わ <laughs> かったよわ <laughs> かったから勘弁してくれ、兄者 <laughs> 俺が悪かったよ 強引ねそんなことないわでも私好きよあなたのそういうところびっくり もうこんな時間なのね今日はありがとう久しぶりに一日中楽しく遊んだ気分だわもうそんなにかしこまらないで普段は私緊張しちゃうけど今日は羽を伸ばせたみたい本当よ ない。それが本当なら私ももうちょっと自分の人生について考えないといけないわね天気が生きがいって他にもほら私の友達なんて最近結婚して子供もできて。 はい、それっぽいお世辞をどうも。あんまり褒めてばかりいると逆効果よ。<laughs> もう。<laughs> あなたとこうしていると。 時折仕事のことを忘れるから本当に不思議今みたいに二人で話してるとね私これまで結構余裕のない人生を送ってたのかなって最近つくづく思うようになって気がつくと私最近あなたのことばかり考えてる今はあなた。 間違いなく。<laughs> 何、それ？ メイキングラバーズ適当でいいわよあまり気にしないで楽にしてちょうだい 朝のメニューはホットサンドよこれはシンプルにハムチーズそれからこっちはヘルシーにトマトソースと夏野菜が入ってるのえっと「男の子だから朝もいっぱい食べるのかしら?」って。 って思ったの他にもスクランブルエッグに大根と豆腐のサラダも用意したのこれで足りるかしらそそう、うん、それじゃあ残りは冷蔵庫に入れてまた今夜にでも食べる 今のはちょっと流れで行っちゃっただけだからうん <laughs> <laughs> なーに朝からおだててもホットサンド以上のものは出ないんだから <laughs> えそ そうね。うーん。エッチ。エッチ。 学童さん宿泊先も全部手配済みかサンキュー雑用ばっかで面白みに欠けるだろうこの仕事。 そうだぞ。極寒の地でいきなりロケしてこいとか英語もろくに喋れないのに海外に放り出されるとか日常茶飯事だ豪華キャストを招いたトーク番組なんてお前も見たことあるだろう AD いじりも笑いの種になるんだ普通だったら今のお前みたいに夕方には帰れねえよよくて会社の借りたタコ部屋で共同生活だ じゃけない。この業界に3年もいれば大抵のやつは家庭か体のどちらかをぶっ壊すまあそれでも続けている俺みたいなタイプはもともとどっか壊れてるやつが大変だけどな。 でもお前割とこの仕事向いてるかもな失敗してもケロッとしてるし何かしらもう楽しみは見つけてあるんだろならいいんじゃねえのやりたくもない仕事して 体だけぶっ壊すよりは100倍マジだろうはいこれ今日の収録で使うから梅雨前線の項目は必ずチェックしておいてね梅雨明けには大きく分けて2種類あるの前線,北上,型と前線消滅型北上型で梅雨明けする時は必ず太平洋高気圧が一気に強まって。 ありがとうございます、ナルセさん。ここまで細かい資料をいただけたら、今からでも出題は変えられると思います。特にこの、なぜ梅雨に梅の字が入っているのか。これくらいシンプルな問題の方が、ゲストもすぐにボケられると思いますし。ぼ、ボケの方は私にはわからないけど、お役に立てて何よりだわ。すぐにチーフと再度打ち合わせに入りますので。 この資料も清宮さんに渡しておきますねでは、後ほどええ、またあら、出直してもらえる私、そんなハムスター知り合った覚えないから あ盗み聞きなんて感心しないわね今日ねこのあとちょっとだけ普段出ない番組に出演することになってるの5時からの生放送なんだけどトライトライって番組知ってる通称トラトラ15分間の短い番組なんだけど グラビアアイドルの子たちが一日一回全く自分たちの知らない職業世界に触れるっていう番組で今回は気象予報士の回だから私が15分間そこでゲストとして臨時講師をすることになっているの そんなことしたら一生恨んであげるからねええー、初めてこの話をもらった時は自分でも珍しくウキウキしちゃって朝の番組とは違って視聴者も当然変わるからこの回を機に 少しでも気象の世界に関心を持ってもらえたらなって思ってええだから悪いんだけど今日は仕事終わりバラバラだから。 とかなんとか言っちゃって本当は先に一人で帰るのが寂しいんでしょ <laughs> もう本当にそういうところかわいいんだから <laughs> <laughs> あ、あ,あ お前ら、あそこで何してんだ。え、あ、あ、これ、これは、その。嘘つかないの。はあ。ま、いいけどな。はあ。うまくごまかせたみたいね。 成功って大げさなんだからはあもうほんと嫌そういうのは私恥ずかしいのに。 が純粋に喜んでくれたのなら私も頑張った甲斐があったかもしれないわね <laughs> <laughs> 無理よ教員って知り合いに何人かいるけど 私たちの仕事以上に大変らしいからあのー、それ褒められてる気が全然しないんだけど。